2014年3月28日、5時26分。今までにあった最大の修羅場スレ。こんな時間だからこそ勝ち逃げ。修羅場っていうか、俺としては本当に不可解な出来事。オカルトとも悩んだが、一応家庭のことだからこっちに書いてみる。違ってたらすまん。かなり現実味のない話だし、俺自身もなんでそうなったのかわからない。だからネタに見えるだろうけど、俺だってネタだって思いたいし、最初はドッキリか何かかと思ったくらい。だからこそ、俺にとってはちょうど急の修羅場だった。数年前、気がつけば俺は結婚してた。この気がつけばってのは、冗談でもなんでもない。本当に気がついたら結婚してたんだよ。当時俺は21歳の会社勤め。高校卒業して就職、地元の小さな企業に勤めてアパートで一人暮らしをしてたんだが、ある日実家に帰ると、家の中には見たことない女性が座ってた。誰だろ、綺麗な人だなってのが、俺の最初の感想だった。俺は父に、この人誰って聞いた。そしたら父はかなり驚いていた。お前何言ってるんだ？って言われてた。そしたら、その女が笑顔で言ってきた。お帰りなさい、俺さん。って、なんで俺の名前知ってるのか聞いてみたら、その女は笑いながら言ってきた。なんでって、だって私は俺さんの妻でしょ？この女は何を言ってるのかと思った。その時、それはドッキリか何かかと思ったし、家の中を見渡してみた。だって、その時の俺は彼女すらいなかったし、当然結婚なんてしたこともない。おまけにアパートで一人暮らしだったから、そもそも結婚していたとしても家には誰もいない。何かの冗談かと思った。でも、両親とその女はいたって真面目に、というより、ごく自然に家族として成り立ってた。俺は立ったまま固まって家の中の景色を呆然と見てたんだけど、まるで長い付き合いかのようにテレビを見ながら母と話してたし、父に茶も入れてた。むしろいつまで立っても座らない俺に女は不思議そうな顔を見せて。座らないの？って聞いてきた。そっから我に返って、一気にファビョった。その女は誰だ？なんで俺の実家にいるんだよ。てか妻ってなんだよって、一気にマッチ立てた。でも、両親もその女もぎょとんとしてた。最初は笑っていた両親も、本格的に騒ぐ俺を見て異常さを覚えたみたいだった。体を抑えられて、落ち着け。って何度も言われた。それにはその女も加わってた。私がわからないの？ってずっと言ってた。何度も言うが、俺は結婚なんてしていない、した記憶なんてない。高校卒業からそれまで、ずっと一人暮らしで働いてて、たまに実家に帰るくらいだった。友達と飲みに行くことはあっても、女と飲みに行ったことはない。なのに、両親もその女も、その女が俺の妻とか言ってる。意味がわからなかった。自分の記憶を疑ってみたが、やっぱりその女なんて知らない。両親の顔を改めて見たけど、やっぱり俺の両親だった。しばらく騒いだところで、一度座って話すことになった。父は改めて俺に、じいさんを覚えていないのか？と聞いてきた。俺は当然、それ以前に知らない、と断言した。そしたら、A は泣き始めた。おまけに母まで泣き始めた。父は、すんげえ難しそうな顔をしてた。なんか俺一人悪者になった気分だった。そしたら、しばらく何かを考えていた父が、家の奥に行ってからアルバムを持ってきて、俺に見せた。そのアルバムの中には、俺の写真があった。そして、俺の隣には A がいた。どうやら旅行の写真のようだが、写真に写ってた有名な温泉地なんて行ったことない。なんだこれって思いながらページをめくっていったら、結婚式の写真まであった。しつこいようだが、俺は本当に結婚なんてした記憶がない。なのに、その写真の中の俺は、A と結婚してた。アルバムを見てたら父が説明してきた。1年くらい前に、俺が A を連れて家に来た。そして、結婚することを告げたらしい。その時から1年後に、俺は結婚したとか。ただ、その時の俺は仕事がすごく忙しかったから、しばらく A は俺の実家で過ごすことになったらしい。それは、俺が両親に頭を下げていったとか。A も涙ながらに言ってきた。会社の友人から俺を紹介され、俺と食事に行き、付き合い、結婚した。自分の両親は他界していて、俺が一生お前の家族になる、とプロポーズしてくれたと。何度も父と A から、本当に覚えていないのか、と言われた。でも俺には、全く覚えがなかった。一年前といえば、確かに仕事が凄まじく忙しかった。会社のプロジェクトの企画を任され、ほぼ徹夜続きの毎日だった。だけど、だからこそ、そんな時期に結婚なんてできるはずがなかった。でも結婚式の写真には、俺の職場の上司や同僚、地元の友達まで写ってた。ドッキリにしては写真の完成度が高いし、大掛かりすぎる。何より、堅物だった俺の父がこんなリアルな演技なんてできるはずもない。なんか急に怖くなってきた。両親が両親じゃないように感じてきた。そして俺が俺じゃないように感じてきた。俺は実家を急いで飛び出し、自分のアパートに戻った。
だけど両親は俺のアパートを知っているから、最低限の荷物を持って近くのビジネスホテルに逃げ込んだ。その間も俺の携帯は鳴りっぱなしだった。連続引っかかったから取り番号だけにする。それから俺は必死に自分の頭の中を整理してみた。だけどやっぱり結婚した記憶なんてない。だから俺は確かめてみた。地元の友達に電話した。俺は結婚したのか、と聞くと、即答で。何バカなこと言ってるんだ。当たり前だろ。と返された。次に仲が良かった仕事場の同僚に電話をしてみた。同じ質問をしたら、同じような返答だった。俺が知らないだけで、周囲からすると、俺は結婚していた。むしろ写真まであって、俺以外から見ると、俺が記憶喪失になった感じだった。だけど、俺は記憶喪失になったつもりはなかった。それまでの記憶は鮮明に残ってるし、結婚した前後のことだって覚えている。結婚したという事実、そして、A のことだけが頭の中からすっぽりとなくなっているような感じだった。何か怖いな。ゴールデンタイムかよ。すっごい引き込まれるな。文章書くのうますぎ。はよ続き。ね、寝るなよ。オチはどんなんだろう、やっぱり病気か障害だったのかな。ある日突然配偶者に、お前誰やって言われるかもしれないと思うと、怖すぎだ。客観的証拠になるものをいっぱい作っておこうと思った。規制されてた、すまん。それからいろいろ考えたけど、翌朝一度実家に帰った。そして、もう一度両親、A と話し合った。結果として、やっぱり思い出せなかった。思い出せなかったけど、写真と型の人の話から、どうやら俺が本当に忘れてしまっていたことが分かった。それに A は言ってきた。最初の方は、あなたはずっと実家に電話してきたり自分に会いに来てくれていたけど、数ヶ月前から突然家に来なくなったし、自分の携帯に連絡をすることがなくなった。それでも実家には電話してきたし、忙しいのだろうと我慢していた。俺が実家を出て行ってから父がいろいろ調べてみたが、もしかしたら解離性障害という精神病かもしれないと言われた。部分的に記憶が喪失することみたい。病院に行くように言われたけど、俺としては全く健康だったし、精神病院なんて真っ平だった。それから、A には言った。申し訳ないけど、俺はあなたのことを全く覚えていない。そんな俺と一緒にいても辛いだけだろうから、離婚して他の人を探してほしいって。だけど A はそれを拒否して、あなたと一緒にいる。と言った。そして、実家にいることをやめ、俺のアパートに引っ越すと言い出した。俺としては知らない女と二人暮らしなんてごめんだったけど、本当に俺が記憶がなくなっただけなら、それは俺のわがままかもしれないと思った。そっから A と二人暮らしを始めたけど、A は俺より一つ年上だった。そして俺の好物とかを知ってたし、俺の習慣、趣味を熟知しているようだった。最初の方こそギスギスした毎日だった。何しろ全く知らない女といきなり同居する気になったんだ。そんな女を俺の妻と言って暮らすことになっても、完全に受け入れることなんてできない。毎日家に帰るのが億劫だった。でも、精神的にきついのは A も同じだったと思う。俺の顔を見て話しかけてくるけど、それが俺にわからないことだったりすると、この世の終わりみたいな顔をして。ごめんなさい。って謝ってきた。A からしたら地獄だったかもしれない。だって新婚でずっと俺の実家にいて、ようやく俺と生活できることになったのに、今度は俺に他人扱いされたわけだし。悪いと思ったから、何度か離婚を切り出したけど、その度に大泣きして A は断ってきた。A の得意料理で俺が好きだったものと言って出された食事でも、俺は初めての味だったりした。二人で行った場所と言って案内された場所でも全く知らなかった。夜の生活なんて到底無理だった。全く知らない女とやるのも気が引けて、全然手を出せなかった。何度か。我慢しなくていいよ。と言われたけど、やっぱり無理だった。なんというか、見知らぬ女を無理やりしてる気分になって、罪悪感が半端なかった。風俗と割り切ればいけるかもしれないと思ったが、それも無理だった。そんな日がしばらく続いた。しばらく一緒に生活して、俺はかなり A と話すようになった。A もまた泣くことが少なくなって、毎日笑顔で過ごすようになっていた。時々悲しそうな顔をするけど、それ以上に笑顔が増えた。A が知る俺との思い出は、俺が知ってる A との思い出とは違いすぎるだろうけど、A は。それでもいい。と言っていた。これまでの全てがなくなったのなら、また一から作り直せばいい。とも言ってくれた。そんな A に感謝したし、幸せにしようと思った。だから俺は、A にプロポーズした。もちろん、A からしたら2回目のプロポーズだし、戸籍上だと俺と A はすでに夫婦だったから、妙な話ではあったけど。でも、一つのけじめとして指輪も買ってプロポーズした。A は最初かなり驚いていた。でも、すぐに泣き出して。よろしくお願いします。と言って指輪をつけてくれた。その時、ようやく A と本当の夫婦になれた気がした。A は今でも二つの指輪を持っている。一つは、以前の俺が渡した指輪。もう一つは、今の俺が渡した指輪。二
二つの指輪は大切に保管されていて、どちらも一生の宝物だ。と言っていた。それで今に至る。今では A とはかなり仲がいいし、よく羨ましがられるような夫婦になってる。A が俺の妻でよかったと思うし、これからも夫婦でいたいって思ってる。でも、妙なことがあった。A は結婚指輪を持っていたけど、俺の分は A のどこを探してもなかった。ましてや、A との写真が何一つ俺の家にはなかった。つまり、俺の住んでいたアパートには、A に関する一切の痕跡がなかった。A とは新婚だったのに、それは妙な話だろ？それに、根本的に、どうして俺が A のことについて覚えていないのだろうか。俺なりに乖離性障害について調べてみたけど、それはどうやら何かのきっかけからストレスがバーストして起こることが多いらしい。なら、もし俺が乖離性障害になったとして、そのきっかけとは何なのだろうか。A に関する記憶が全部吹っ飛ぶくらいのきっかけって何なのだろうか。それはわからないし、今ではどうでもいいことだと思う。むしろ、このまま思い出さない方が幸せなのかもしれないとすら思うようになってる。最初の方は A について何も覚えてないことに恐怖とか不安を感じていたけど、今では思い出す方が怖いと思い始めた。もし思い出す日が来た時、何かあったら、またここに相談しに来てみる。そんな日が来ないことを祈ってるけどな。書き逃げのつもりだったけど、最後に答える。二人とも今幸せなのか、よかった。で結局、脳は調べなかったのかい？病院には行ってない。だって精神病院だぞ。行きたくないし、行かなくても別に困ってない。そもそも、仕事が忙しいからって、新婚の嫁を実家に住ませるところからしておかしいよね。何か嫁の居所を隠さなきゃいけない事情があったのかな。それで、そのストレスで記憶なくなったとか。そんな深い理由はないらしい。何日も帰れそうにないことが分かってたから、A をアパートに一人残すのはいろいろ危険が多いからってことで、実家に住むことになったって。まあ、それは俺が両親に言ったことらしいんだがな。結婚指輪ってペアリングで買ったと嫁さんは言ってるの？ケースや紙袋、レシートなどなどの付属品もないの？ケースはリング2つはめるスリットが入ってるやつ。レシートとか袋はなかったけど、指輪のケースは A が持ってた。確かに指輪を入れる穴は2つあったから、俺の分は間違いなくあったと思う。結婚指輪ははめてたのなら何かの折になくした可能性高いし、はめてなかったのなら何かの折に処分したんじゃないかな？写真とかもまとめて処分したとかね。まあ指輪についてはなくしたかもしれないんだけど、写真についてはわからないんだよ。処分したとして、なんで処分をしたのかがわからん。わからんまんまでいいけど。嫁の痕跡をすべて消したくなるような何かがあったのかもしれないな。そうかもしれないし、違うかもしれない。どちらにしても、今は知りたいとは思わないな。悪い意味じゃない可能性もあるよ。好きなのに別離して暮らしてることに罪悪感を感じて、それに耐えれなくなってきて存在を消そうとしたとかね。知りたいと思わないなら知らなくてもいいと思う。精神科が嫌でも脳外科には行くんじゃないかと思ったんだよ。脳神経外科の症状だと思うんだけど。医者行きなよ。ネタでなければ、原因がわからないことの方が怖いけどな。一回起こったことなんだから再発してもおかしくないんだから、絶対病院には行くべき。携帯に写真は全然残ってなかったのかな。不思議な話だ。